渡辺蘭は日本のタレント、女優、フリーアナウンサー、気象予報士、セントホース所属、気象関係についてはウェザーマップが業務提携としてマネジメントを行う。東京都出身。ウェザーマップのプロフィールではアメリカ合衆国ハワイ出身となっている。本人も放送においてハワイ生まれと言っていた。身長165センチメートル。 東方学園大学音楽学部卒業。学生時代から芸能活動を始める。大学卒業後、日本航空の客室乗務員として2007年9月まで勤務したが、退社し、フリーアナウンサーに転身した。2007年10月から、テレビ朝日の情報番組、ヤジウマプラスのお天気キャスターに抜擢された。特技は、英会話で、トーイックは800点だった。 2011年4月約1年半の空白期間を経て NHK おはよう日本に出演開始。野ウ馬プラスを交番後に気象予報士の資格を取得した。2016年3月2011年より5年間出演してきたおはよう日本から卒業することまた妊娠をしていることを合わせて発表した。 出産後はしばらく育児に専念して2017年秋以降に本格的な活動再開。同年11月 NHK ニュースセブン気象情報を担当していた平野祐海が長期休業に入った際にその代役に回った菊池舞の代役としてと、日の同番組に出演するようになり1年8ヶ月ぶりにテレビ出演した。ありがとうございます。